はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、届いたもの。はい、こちら。はい、もうすでに封切ってありますけどね。はい。はい。ご当選おめでとうございますとね。はい。グリコ、パピコタツが当たるキャンペーン。はい、こちら。当選しました。はい、それの B コースのパピコ専用熱伝導カバーミニパピコタツっていうのがね、はい、当たりましたね。はい、ご紹介していきたいと思います。まあ、これがね、取扱説明書っていうのが入ってましたね。はい、こんな感じで、はい、入れるやつです。はい、現物見ていきましょう。一応ちなみにこれはね、 A 賞が本当の大きさの人間が入るこたつなんですよ。本当はそっちの方に、ほとんど応募したんですよ。で、締め切り直前に B コースを1回だけ応募したんですよ。そしたらなぜか B コースが当たったまあそりゃそうか、こっちの方がね、当選確率高いですから。はい、1000名なんでね。で、柄がね、カフェオレカラーですね。まあ、一応あれコーヒーなんとかっていうカラーリングらしいんですけどね、名前は。カフェオレでしょ、これ。はい。これもね、ランダムなんですよ。カルピスカラーとこのコーヒーカラーのどちらかがランダムで送られてくるんです。で、自分はこのコーヒーカラー。まあ、自分はね、このコーヒーカラーの方が良かったんで、まあ、結果オーライでしょう。ではね、これちょっと開けて見てみましょう。はい、こんな感じでね、入ってました。いや、すっげえ可愛らしいね。これはね、めっちゃ可愛い。これはインスタ映えとかするんじゃないですか、これでね、これ下はね、なんかこういう箱が入ってたんですよね。箱が入ってたって、これがあれなのか。はい、これが熱を伝導するの、はい、こういう感じで蓋を閉めてパピコをこたつに入れるとていうか、早速ねパピコ入れてみましょう。はい、こちらですよね。はい、カラーリングはね、自分これカフェオレかと思ってたらチョココーヒーなんだねずっとカフェオレ味だと思ってた。はい、では早速、もうこれ冷凍庫から開けた状態なんでカッチカチですよ。よし、はい、この2つをね、まずパキッと割りますね。はい、で片方のこの上をポンと外します。はい、でこの状態で、はい、セッティング箱はい、これでちょっと待つみたいですね。はい、柔らかくなるまで待ちましょう。はい、そろそろね、時間かなと思います。一応これにはね、3分間置いたままにしてくださいという感じで書いてあるんで、もう3分ぐらい経つんでね。で、時間が経ったらミニパピコタツを開け、やわとろになった食べ頃パピコをお召し上がりくださいと書いてありますね。やわとろ、はい、いいですね、この響き。では早速オープン。これは熱伝導伝わってんのかな。はい、カッチカチやね。